帯祝いとは、妊婦の妊娠5ヶ月目にあたる犬の日に安産を祈願して、腹帯を巻く儀式のこと。着帯式とも、帯祝いの帯は岩田帯と呼ばれる。帯は、妊婦の親族から贈られ、着帯の儀式を行った後は親族による、教職の祝宴が行われる。この腹帯をした妊婦と共に安産祈願の神社に出向き、安産を祈るのが、 一般的な形である。期日は、妊娠5ヶ月目の犬の日が通例だが地方によって3ヶ月や7ヶ月の場合もある。クレタ化州に、女の腹見て、肌にする帯なり、5月というに結ぶなりとある。紅白の布それぞれ発尺を用い、これに、樹の文字、または、神仏祈願の文字を書くこともある。日本にはあるが、 ヨーロッパや中国などにはないかにであると言われる。玉葉寺正2年3月19日の上に、番に及んで雨降る。中略今日、関白、小相つていう。明日、女房を着帯すべし。翌20日の上に、今日、中塚瀬剣大介京家ソン関白の使いとなりてくる。すなわち、帯を剣じたり。白木犬。 長さ一条二尺、六十に降りて、これを上司とあり、山縁樹、自称二年六月二十四日の上に、中宮の五解人、五ヶ月にあたる。なおつて、五着体のことあり、初度なりとある。妊婦が青を占めることには、妊娠を外形的に表現して、地域共同体に知らしめる儀礼的意味合いがあると考えられる。近世の日本では、 胎児の間引きが多く行われたが、帯祝いを済ませた子は育てられた。記録上は、昭和37年の調査では、妊娠5ヶ月目の犬の日に腹帯をすることが、一般的になっていたが、江戸時代半ばまではそうした習俗はなかったという。犬の日に行う理由としては、犬は安産だから、それにあやかったものという俗説がある。 犬は霊界に行き来する霊獣だからという説もある。5ヶ月目には安定期に入り、目立ってきたお腹を保護するとともに、岩のように丈夫な赤ちゃんをという願いも込められている。現代では白の腹帯を着用することが多い。神聖な色とされる白色の腹帯をまとうことにより、呪術的意味で胎児を保護する意味があるとも考えられる。地方により、 紅白二色、黄色、ウコン色などの伝統もある。白木性伐に際して出産しそうになった、神宮皇后が腹帯を巻いて、それを沈めたとの孤児が由来だとする説がある。江戸時代以来、妊婦が腹帯を占めることは母子にとって有害だとする、説と無害、有益とする説とがあり、決着がついていない。医学的にもこの帯を巻くことは、意味がある。お腹を保護し、 胎児の位置を安定させる効果がある。また妊婦たる女性に自分が妊婦であるということを自覚させ、慎重に動くようになるなどの心理的効果が認められている。ABC は元未知や可視化される習俗、民力寛容運動機における国民儀礼の創出国立歴史民族博物館。 研究報告141、265から3222008から 03AB 土屋北美現代、図解礼儀作法、国民昭和新儀礼昭和14年329から330、ABCDEFGHIJ 鎌田久子、菅沼博子、坂倉昭夫、宮里和子、古川優子、日本人の子海子育て今、 昔48から61ページ、ネギシ之介、鹿村マリ子、医療人類学の研究、群馬大学医療技術短期大学部企業9、7から20、1989年3月31日。ありがとうございます。